めんどくさい話の一例。もやしってどういう気持ちで育ったんだろうって。日を当てられずに育つわけじゃないですか。本当は火を当てられていたらもやしってどうなってたのかしらって。でも火を当てないともやしは存在できないでしょ。もやしってコンテンツじゃないですか。めんどくさいの方向性分かりました？もやしは一つのコンテンツだと思うんです。だってもやしってもやし炒めにもなれるし、メインとしてやっていけるじゃないですか。もやし丼とかも食べられてるって方聞いたことありますし、びっくりしますわよね。でももやしってやっぱり本当はちゃんと育ちたかったのかなみたいな。でももやしはコンテンツとして成功しているから許されているのかしら。もやしってだから私考えたんですけど、体から解放された本当の姿なのかも。だってもやしってもともと豆の中にいたわけじゃないですか。豆の中にいて特殊な環境下で相手出てくるわけでしょ。それって人間でいう体から解き放たれたという、そういう、わかりますか？人間の体は器じゃないですか。まあ簡単に言うと人間の体は器なので、もやしってもしかしたらその体から解放された姿が具現化されたものだったのかもしれないというお話を、そう、そういうタイプのめんどくささなんですけども、なのでまあ大変だと思いますわ。なんていうか、もやしって透明じゃないですか。魂とか心霊って透明であるみたいなイメージがあるじゃないですか。なんかそういう、こういう話ですわね。めんどくさい例がめんどくさすぎる。めんどくさい例がめんどくさすぎますわね。いや本当に、でもめんどくさいでしょ。説明も回りそうなんですのよ。回りくどいでしょ。本当にそうなんですの。今日の配信何、いや花火しながら皆様方と夏を語り合う配信のつもりだったんですけれども、どうしてこんなことに。もう本当にね、好き勝手やっておりますわというお話でございますけれども。